昨日に続いて今日もカンタベリーのラガーチャットですね。カンタベリー来てるとなんかデブが許される感じがあるので、毎日来てます。企業には毎年健康診断を従業員に受けさせるっていう、法律がありますよね。で毎年受けてもらってますけども、いわゆるその企業健診とかっていうと5000円とかでね、健康診断、体重身長測って心電図測ってあとなんかなとかってありますけども、別に僕は そういうのは受けたくないので、北口にある健診館っていうその検査専門の、治療医療施設で健診してもらってますと。まあ何が違うかっていうと、まあいろんなコースがあるんですけども、簡易的な一日人間ドックに行ってもらってますけども、がんの、血液である程度がんが分かるじゃないですか。それが大きいのかなと思いますね、違いとしては。あとはまあ胃カメラとか、かな。あとエコーですよね。エコーの精度は高いかもしれないですね。設備が整っているので。で、ある程度お金は6万とかね、7万とか一人当たりしますけども、今は本当寿命はある程度お金で買う時代なので、それはもう考え方にもよりますけどもね、仕方ないのかなと思います。で僕は来月ずっと受けたかったペット、村山のペット CT を受けてきますね。がんですよね。がんの予防がメインになると思いますけども、まあ早期発見できればいいのかなっていうところで受けてきます。犬にもその予防医療の制度っていうのは病院の設備によってかなり変わってきます。で健康診断っていうのは結構いろんな病院でもうねやってますよね。春先に例えば血液検査をするので、ワクチンの時期とずらしてねやりましょうっていうコースっていうのは多くの病院であると思うんですけども、じゃあそのコースの内容ってなると、設備とかその病院の院長先生の考え方によって違ってきます。昨日問い合わせに来た子はその健康診断で小肝症って診断を受けたんでってことでご来店いただきました。肝臓がまあおそらくその子は若いので先天的に、あとは後天的にっていう数倍もあるみたいですけども、小さいんですってね。なのでその機能がもしかしたら他の一般的な平均よりも、平均のワンコよりも弱いかもしれないということで、ブロック度の相談にいらっしゃいました。まあ今はその定期的に3ヶ月に1回血液検査をして経過観察するそうですけども、重篤な症状でもないので、経過観察するにあたってご飯を選んでっていう感じ、レギュラーフードでいいと思うんですけどもね。でご飯をその時点であれこれこれこれ変えちゃったり、サプリとかあんまりこうねしたりすると、まあ結局能力がその肝臓の能力が正確に把握できないので、肝臓のその機能から考えると、栄養素を貯蔵する機能を大きく分けてもっとあるんだと思うんですけども、あとは老廃物をろ過する機能って考えると、栄養価をためすぎないってことが疲弊しないってことにつながると思うので、脂質とかね、タンパク質とかを取りすぎない、量もそうですけども、そういうハイカロリーとかハイスペックな流行りのご飯にしない方がベターなんだなというのはありますし、あとはご飯の中の添加物をなるべく減らすっていうことがありますね。で多くの場合はやっぱりその肝臓の病気って何でしょうね、胆嚢症とか肝硬変とか肝臓がんとか、まあ単純にその機能低下で肝臓の数値が悪いとか、まあいろいろあるんでしょうけど、肝臓の療法食ですよね、肝臓サポートとか処方されると思うんですね。おそらく栄養の割合をある程度調整して、栄養素ですね、あれを調整してってなるんですけども、まあそのご飯やっぱり見てると正確にはわからないですけども、動物性脂ってありますよね。油分なんですけども、やっぱりしっかり由来が したサラサラのイメージですけどね、サラサラのものと、その由来がわからないいろんな動物から粉と油に分ける過程でできた廃油で、どっちが肝臓に負担かかるのかとか、
タンパク質を大豆から高消化大豆タンパクかな、大豆からその抽出したタンパクとか、動物性の下水分解タンパクとか使ってタンパク質を補っているんですけども、ね、この間、ポリトレのズームで聞いたんですけども、結局いろんなその下水分解の仕方もいろんな方法がある中で、安価な方法だと塩酸を使ってね、薬剤を使ってあのタンパク質を抽出するっていう方法があるみたいで、そうなるとその薬物の残留度とか、そもそもできたタンパク質が、添加物というか老廃物になるんじゃないかとか、このご飯は基本的にどの、シリーズでも BHA 酸化防止して、ボツ食事酸プロピルで酸化してソルビン酸カリウムで保存してっていう、添加物に入ると思うんですけども、というところ酸化防止剤とかがどのぐらい負担になるのかっていうのは、自然由来のものとか国産で全くそういう保存量とか添加物入ってない、設定のものに比べると、もしかしたらもうそもそもご飯で、負担がかかってしまうんじゃないかなと思ってしまいます。で、ロックダイヤモンドに置いてあるドッグフードに関しては、保存量とかそのレベルで、肝臓を疲弊するようなものはおそらくないと、少ないと思います。あとは油とかタンパク質とかそのあたりをある程度過剰でないものを選んで経過観察しながら、年齢の推移と定期的な健康診断でご飯をこう変えていく準備をしながら見ていけばいいのかなと、長生きできるのかなと思います。昨日の腎臓の話もありましたけども、共通していることはやっぱり飼い主さんの動きが早いということと勉強熱心だということなので、もちろん費用もかけて病院も選んで助けてくれる病院を選んでるっていうところが、結果としては高寿命、健康で苦しまないで高寿命につながるんじゃないのかなと思ったお話でした。